浜田さん、沖縄の方言で一番よく使われているランクルナイサー、どういう意味なんですか？まあ、今はどうにかなるさということで使われているんですね。ただ私が沖縄にいる時は難しいことでもやってるうちにだんだんできるようになってくるよという意味で使われていました。なるほど、またニュアンスが違ってくるんですね。そうですね。